昔々美濃の国の山奥に一人の大変気立ての良い息子と長い間病気で寝ている父親とが住んでおりました。お父ちゃん、おはよう。今朝は気分どうじゃ？飯にするからね。さあ、でけたよ。うめえか、お父っつぁん。うめえ。息子は今日も明るく、父親を励まして裏山へ薪を拾いに行きました。働けない父親の代わりに毎日山へ出かけては、こうして薪を拾い、それをお金に変えて暮らしを立てているのです。よいしょ、売れなかったな。これっぽっちで酒売ってくれるかな。この日息子は、酒は百薬の長とも言うし、お父っつぁんが少しでも早く良くなるようにと酒を買って帰ろうと思ったのでした。ごめんください。なんじゃ、薪売りか。薪はいらんぞ。違います、お父っつぁんのお酒買いに来たんです。はい、三文。三文、こぞよく聞け。うちじゃこれっぽっちの銭で売るような安い酒は置いてねえんだ。少しでもいいから売ってください。ダメじゃ、出てけ。それじゃお父っつぁんに団子でも買ってってやろう。団子一本包んでください。はい、おばあちゃん、お客さんですよ。お待ちどうさま、団子一本お持ち帰りね。はい、そうです。ジンタちゃん、お父っつぁんの具合どうなの？少し良くなったり悪くなったりだよ。そう、それは心配ね。はい、一本おまけしておきましたよ。父ちゃん、ただいま。今日は団子買ってきたよ。で、おめえの分は？心配しなくてもいいよ。ほら、一本まけてもらったから。そりゃよかった。こうして親子は久しぶりにおいしいお団子を食べて、とても幸せな気持ちになりました。おいおい、風邪をひくぞ。やっぱり疲れてるんじゃろうな。わしが元気じゃったらの。そんな秋のある日のこと。お父ちゃん、山へ行ってくるで。今日は二つ三つ向こうの山へ入るよ。もう近くの山には薪がなくなってしまったでな。でも奥の山は険しくて、お前にはとてもまだ無理じゃ。何、大丈夫じゃよ。今日こそはたっぷり薪を取って、お父っつぁんにお酒を買ってやりたいと
息子は元気よく山の奥へと出かけて行きました。やれやれ、思ったほど焚き火は落ちてないな。あれ、なんじゃ、地震かな。あれ、こうして息子はどんどん山奥へ入って行きました。とうとうこんなところまで来てしもうた。息子はお父さんのことが心配でしたが、今からではとても家へ帰れないので、思い切って山の中で寝ることにしました。お父ちゃんどうしたの。寝てなきゃダメ、病気なんだから。あー、バレちゃダメだよ、体に悪いよお父ちゃん。それからどのくらい時間が経ったでしょうか。山の夜は冷え込みが厳しく、息子は明け方になってふと目を覚ましました。寒い。ところが霧と一緒にどこからかいい匂いが漂ってきました。あれ、この匂いは。息子は良い匂いに誘われるように深い霧の中を歩いて行きました。わあ、いい匂い。うわあ、滝じゃ。この水が、うわあ、甘い。こりゃ酒じゃ。息子は滝から流れる甘いお酒を一口飲んでみました。すると体中がポーッと熱くなり、元気が出てきました。うわあ、この甘い酒はきっとお父っつぁんの病気に効くかもしれないぞと息子は考え、早速滝の水を腰のひょうたんにいっぱい詰めると、急いで家に持って帰りました。お父っつぁん、ただいま。遅かったぬ。わけは後で話すから、とにかくこれ飲んでみてよ。山の滝で汲んできたんじゃよ。どう？こりゃうまい酒じゃ。体中がポカポカして元気が出るようじゃ。よかった。それからというもの、息子が毎日汲んでくる甘いお酒のおかげで、父親の病気は日ごとに良くなり、しばらくするとすっかり元通りの元気な姿に戻りました。お父ちゃん、お昼にしようよ。そうすっか。よかったね、ジンタちゃん。お父ちゃんが元気になって。きっと親を助けて一生懸命の孝行息子のために山の神様が恵んでくださったのじゃろう。そうかもしれんな。そうよ、ジンタちゃん。へえ。
よかった。よかった。そうしてこの滝のことはやがて国中に知れ渡り、親孝行な息子が年老いた父親を養った滝ということで養老の滝と名付けられ、いつまでも語り継がれたということです。